はい、どうも皆さんこんばんは。ということで、10月の17日、今日寒いですね。めちゃめちゃ寒いんですけど、風邪ひいてませんか？大丈夫ですか？もうコロナだけではなくて、今いろんなね、風邪とか、そろそろこんだけ寒くなってきたらインフルエンザとかも出てくるでしょうからね、皆さん体調管理だけは十分、注意していただくと同時にですね、やはり季節の変わり目ということでですね、自律神経とかもね、結構ね、やられてる方も多いかと思います。特に今日は雨だったのでね、私もね、喉がちょっと痛かったりとか、頭がぼーっとするなとか、いろいろあったわけなんですけども、10月17日、少し寒い日でありますが、今ね、ちょうどこの放送をしている時にはですね、このテレビ番組でね、劇場版鬼滅の刃ということでね、やっておりますけど、私のね、このラジオ番組はですね、自滅の刃という形でちょっと歯に着せぬ物語でちょっとやっていこうかなというふうな感じです。今回はですね、アドリブです。ノープランでやらせていただいておりまして、まあ、昔はね、30分アドリブという番組をね、持ってた時期もありましたので、まあそんなにね、私もね、緊張するかと思ったらね、緊張しちゃうんですよね。久しぶりにやらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今回うちのチャンネルでね、やるんですが、実は私事で申し訳ございません。10月の27日、まあ火曜日のですね、20時からなんですけども、 FM 姫の、桜木さんのね、ゆるっとふわっとね、60分という番組でしたっけね、ちょっと番組名までね、覚えさせてもらってないんですが、大阪の姫島というラジオ局にて、私出演させてもらいまして、初めてゲストにてラジオを、出るという、しかも結構ね、全国で、聞けるというような、そのような、ラジオ番組に出ることになりまして、まあ一応ね、大まかなお題というか、まあ交通系とか高校の話題とか、そのようなものを話してみようかなというふうな感じでお話しさせていただいております。ですが、全くその質問とかノープランで振られるので、私対処できるかどうか分かりませんが、このアドリブ力を活かしてですね、なんとかこうね、お話を進めていけたらいいかなと思うんで、10月27日、火曜日のね、午後8時ですね、20時から、お伝えすることになると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 YouTube とかでもね、こうやりますので、別に聞いていただければと思います。はい、というわけでね、番組宣伝をしておりますが、その鬼滅の刃に負けないぐらい元気いっぱいでね、この番組も、やっていこうかなと。もう負けてんだよって話なんですけどね。まあ、見てる人半端ないと思いますよ。だからこうやって、だからこそこういうね、ラジオ番組ができるということになりますのでね、まあ何を喋ろうかというふうな感じですが、この番組アドリブですので、思いついたのことをポンポンと話していくような、そのような番組でございます。はい、というわけでね、寒いなというような感じです。寒いといえば何でしょうかね。晩ご飯皆さん何食べました？私はね、豚汁とおにぎりと、で初めてね、焼肉のタレ納豆をね、買いまして、ちょっと食べたんですよ。うまいですね。なかなか納豆と焼肉のタレってね、そんなことあるかいなと思ったら、意外と進むんですね。あれ、ご飯かけて食べて結構ね、美味しいですよ。はい、というわけでね、あと残り2つあるんですがね、もうまんまと食べちゃいます。あれですよ。おやつでもいけそうですからね。今ちょっと噛みましたけどね。マソって言ってましたけど。もうね、ラジオすることが非常に楽しみでございまして、私ラジオするの大好きなんですよ。普通に。だからこうやってね、ペラペラ喋ることができると思うんですけど、まあ皆さんもね、こうやってね、なんだろう。ラジオっていうのを一度やってみたらいいかなと思います。スプーンとかね、すごい面白いらしいですけどね。私もね、スプーンよりフォークの方がいいんですけど、フォークとナイフ持ったらね、もうあれですよね、もうステーキ食べたくなるような、そのような感じですけど、そういう食器のスプーンではなくて、スプーンっていうアプリがあるらしいんですけど、私も一時期やってたんですよ。やってたけど、なんか、違うんですよね。なんか私なりに、こう、自分のチャンネルで自分の声を出してっていうのが、やっぱりこのね、まあちょっと名前変わっちゃったんですよ。ごめんなさい。すみチャンネルの、ね、なんか旅日記みたいな、そんな感じになってますんで、ラジオも、やらせていただきますが、まあ、旅日記と関係あるのかなというふうな感じなんですが、まあ、旅日記と書いてるんでね、旅のこともね、お話しさせていただかないといけないかなというふうに思うんですが、まあ、今日は、まあ、日常みたいな感じですかね、っていうような感じの、もう、あたりね、頭何話そうかなっていうのをね、ポンポン
ポンポンポン出しておりますが、まあ一つのお題としてね、私ツイッターでこの間ね、オリバーソースの話題をしたんですよ。あのオリバーソースってね、神戸のね、会社、神戸市中央区のね、オリバーソース株式会社で有名なのがね、ドロソースっていうソースを出してるとこがあるんですけど、このドロソース、あの辛いのとかもあるんですけどね、激辛めっちゃ美味しいですよね。これね、あのそば飯とかね、あの焼きそばとかね、作るのすごい美味しくて、で私もあのなんかこのね、オリバーソースは大好きなんですけど、カレーとかにねちょっとね入れるとね、コクが出てすごくフルーティーになったりとか、まあこれととんかつソースを合わせてはいつも入れるんですけど、もちろんね、私あの関西人ですので、とんかつソースもイカリソースを使わせていただいておりますが、まあこのようにね、だし文化の関西でもソースってめっちゃ多いんですよね。ひし梅ソースとかもありますしね、なんかいろいろとね探ってみると面白いかもしれません。もうソースだけで多分ね60分喋れますよ、本当に。もうね、あのね、味自体はねもう追求していかないとわかんないんですけど、もう種類が多すぎる。なんでこんなあんのって。でもね、その割に関西って中濃ソースってあんまないんですよ。で、今日イオン行ったら中濃ソースあるやんみたいな感じなんですけど、中濃ソースって意外とね、あのね、売ってないスーパー多いんですよ。最近になってようやく出てきたかなみたいな、そんな感じですね。だから前、あのセブンイレブンとかで、あのなんていうの、コロッケとかそういうソースに中濃ソースをあのつけてた時期があったんですよ。その時に中濃ソース、ね、中の濃いソースってなんやねんみたいな、どれぐらい濃いのみたいな感じで、みたいな感じでなったんですけど、普通にあの中濃ソース美味しいですね参りましたって感じですが、関東とか、あっちの方ではよく使われてるのかな、まあ、九州だったかな、わかんないけど、なんか一部の地域ではよく使われてる噂というものはよく聞きますけどね。まあそのようなソースの話題もありまして、オリバーソース株式会社さんがリツイートまでいただきましてですね、これはちょっと話さないといけないかなと言うんですけど、私もあのね、オリバーソースというものは非常によく使っておりますので、ぜひね、ドロソースね、一回ね、使ってみてください。もうそば飯めっちゃ美味しいんでねっていう感じでね、これもご紹介しておきましょう。ドロソースね、ちょっとラジオなんでね、原本見せれないんですけど、あのなんていうのかな、非常にあの美味しい、コクがあって美味しいソースなので、もう目玉焼きとかかけてもいいですよね、普通にね。でもね、辛いんですよね、ちょっとね。だからお子ちゃまがいる時にはちょっとね、控えめに使ってあげる方がいいかなとは思いますけどもね。さあ次の話題ということで、私はあの最近ね、あの給料日でしたので、あのお給料入ってルンルン気分で買い物行きましてですね、あの西宮の JR 西宮駅のね、ところ駅前にですね、大きな大きなあのコープが入ったショッピングモールでは、プチ大きなではないですね、もうプチなビル一つのあのショッピングモールがあるんですよ。まあフレンテって名前出したいんですけどね、あそこの中にね、あの通販でおなじみの靴の開きのお店があるんです。でそこであのすごい靴を見つけたんですけど、まあ最近ね、あのいろいろとこの靴ってね、あの履いてることによってサイズがね変わったりとかするのは当たり前なんですけど、私はねこれね歩きやすいと思ったんですよ。それがあの靴の開きさんのオリジナルブロ、あのオリジナルのあの中にね、毛っていうか絨毯みたいになってて、であのサンダル、クロックスのサンダルなんだけど、中にこうちょっとねふわっともこっとしたものが引いてあるような、そのようなサンダル580円ですよ。それ買ったんですよ。ほんだら軽いし、動きやすいし、靴脱ぎやすいし、何これっていうような感じで、私一番このね、今までクロックス系とかもよく履いてたんですけど、靴の開きさんのオリジナル開発の、この、あの、サンダル、580円ってめっちゃ安いなと思ったんですよ。他のね、なんか、クロックスサンダルとかやったら、なんか暑いか、隙間風が入ってくるかって思うんですけど、雨の日入ってもね、その絨毯のとこまで濡れてこないんですよ。相当な雨やないと。なので、自転車も焦げるし、なんかね、普通に、この靴の開きのクロックス、ね、名前忘れたね、なんとかサンダルって言うんですけど、そのクロックスみたいなやつに中のそのふわもこのねものが入ってて、あったかいしね、今日みたいな日に持ってこいやったなというふうな感じで、私これね
ヘルパーさんとかにおすすめすべきやなというふうに思うんですけどね。まあまあ、これね、普通にいいですよ。なんかすぐ急遽ね、まあ荷物とか置いてこうね、出入りするときとかにね、脱いで履いてってできるから、普通に、すんなり脱げて、すんなり履けて、だからその手間がいらないから、全然靴も傷まないですし、私は個人的に好きかなというふうに思います。はい。ということでね、二つ目ご紹介させていただきましたけどもね、今日なんかご紹介みたいな感じになってますよね。って感じなんですけど、もう一個なんか喋らなあかんかなというふうに思ったんですけど、まあ、いろいろ喋っておりますが、私今日、なんていうのかな、もうね、部屋のね、模様替えをしております。もうね、もう片付けんの苦手っていうことが分かってるんですが、綺麗になると気持ちいいですよね。もうこうやってね、ラジオでペラペラ喋れるぐらいにね、やっぱりね、そのなんていうのかな、もうほんでラベンダーの消臭液めっちゃ置くとね、部屋がね変わりますよね。消臭の匂いをこうポン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 変えると、なんかすごく部屋に自分の部屋じゃなくなってくるような、そんな感覚に陥ってくる時ってないです？なんかドア開けて、これ俺の部屋やったっけみたいな感じになったりするんですけど、まあやっぱりね、そうやってね、芳香剤ってすごい大事なんだなというふうに思います。本当はラベンダーよりもホワイトムスクがいいんですけど、フランフランに行く余裕がないので、今回はちょっとラベンダー試してみるとなかなかいいもんやなというふうに思っております。そのうちね、またホワイトマスクでも買ってみようかなというふうには思いますけどね。はい、まあベラベラとね、喋らせていただいておりますが、そうそう、話をね、一番初めに戻りますが、10月27日の、まあ、その詳しく言うと、8時からのその生放送に出演するきっかけっていうのは、多分皆さん気になると思うんですよ。私も気になりました。で、私は、まあ、これは、ある SNS なんですけど、そこでね、高校の後輩が、まあ、友達になっておりまして、今はもう YouTube でも、リスナーやってくださってるので、もう完全なリスナーさんでもありますし、多分この放送を聞いてくれてると思います。で、さらに、まあ、いろいろとね、高校の方とかもね、松原高校入りますみたいなね、そんな感じで言ってくださる受験生の方、今、中学生の方もいらっしゃると思うんで、まあ高校のこともね、おすすめしようかなというふうに思ったりとか、まあそんな感じでね、話がね、こう進んでいただいて、まあ私、その姫路まで、司会をしてる、DJ してますみたいなことを言って、私、と思って、いや、そんなタイプじゃなかったでしょみたいな、いや、そんな人は見かけによりませんねって、まあ、トーク上手かったからね、その人ね。いろんな社会勉強もしてはるし、まあ、いろいろ自営業もやってはるから、もういろんなことやってはるわなって、まあ、そのことも一つで惚れたので、私は別にギャラとか、いらないし、むしろ寄付をするっていう形に大歓迎だったので、だから、ああ、もうこれはもうちょっと出させてくださいと、私もラジオ出たいと、ゲスト側の気持ちになってやってみたいというふうに思って、今回は心よく27日ね、来ますかというふうに言われたので、じゃあ行かせていただきますというふうに、させていただきました。本当にね、ゲスト側の気持ちって私わからないんですよ。前ね、ラジオでやった時、ゲスト呼んだ時って、本当にね、ゲストって何を思って、どういう質問したらええのかとか、どういうなんかことをね、振ったらいいのかっていうのが全くわかんなくて、ゲストってあんま呼ばなかったんですよ。まあ相当な番組宣伝とかある時とか、そういう時とかにはちょっと呼ばしていただいたりとか、したんですけど、やっぱりそのゲスト側の気持ちに立てば、この YouTube でね、コラボする時とか、そういう時とかにも多分活かせるだろうなと思って、これ自分を変えるチャンスやと思って、今回火曜日ゲスト側として出させていただこうというふうに思ってるんで、まあ鉄道好きさんとか、うちのチャンネルの方もいろんなね、方がいらっしゃいますので、ぜひそのあたりも見ていただければと思います。はい。一旦 CM 行きましょうか。あ、行かなくていい。広告ついてないもんね。60分喋るのきついね。きついね。30分でいいんちゃうもうっていう感じなんですけど。はい。まあ、なんて言うんですかね。まあ、こうやって、喋るっていうのもね、なかなかね、ノーカットですよ、これ。
どう思いますみたいな感じなんですけど、ラジオってね、こうね、編集すると面白くないじゃないですか。やっぱりこうやってね、ありのままを表現して伝えていくっていうか、私そういうのめっちゃ下手くそなんですけど、だから YouTube とかでも、こないだね、もう四国総集編をね、してるときね、俺、なんでこんな編集してたんやろってすっごい反省したことがあって、まず一つがね、BGM がでかすぎる動画があると。というか、あ、これはチャンネル登録減るわな、みたいな感じで思ったりもさせていただいておりまして、すごく身に染みて動画作りね、反省してます。ですがやっぱりね、私のなんかね、動画っていろんなことをね、試していくっていうのもあるし、日々ねその一つ一つの動画っていうのにまあ挑戦を入れてるというか、みんなにわからないようにしてるだけですけどね。例えば今日はこのバス旅チャンネルはいつも実況で言ってたけど、今日は字幕入れてみようとか、あとはなんかね、普通に今日はこれ声で言った方がいいと思うけど、とかね、あとはね、全面展望でいつも出してるけど、今日は窓に座った気分で動画出してみようとか、そういう風に思ったりとかして、まあ試行錯誤でやってます。まあ最近もっぱら全面展望とかで申し訳ないかなという風に思うんですけど、正直うちの今の力ではネタに走っても、もうみんなやってるし、またそうやってネタを探す時間もないし、それだったらありのままの風景を見せてやろうというふうに思って、特に今コロナやしね、外出自粛されてる方もおるから、特に家で旅行気分味わえてもらえるならそれでいいかなというふうな思いでやってる感じです。なので余計な BGM とかね、全面展望って入れなくていいじゃないですか。まあ、字幕ぐらいは入れてもいいと思うけど、本当はもう入れたくない、めんどくさいから効率を考えると、もうこう駅ごとでね、ちゃんとカットしてそこをちょっと省略してやって、もうそのありのままの風景見せたいんですけど、でもやっぱりね、それだったらどこ走ってるかもわからん人もいるだろうし、どういうような状況かもわからんから、とりあえずはなんかこうね、その全面展望でも駅だけ入れてみるとか、どこ走ってるとか、例えばワイドビュー飛騨の側面展望だったら今どこどこの川渡ってるとか、そういうような、情報とかも入れたりすると、まあ時折楽しめるかなということで、一つ一つの動画にちょっと工夫入れたりしてます。たまにその地下鉄の谷松線の動画でシャケ食べチャンネルさんも言ってたんですけど、字幕テロップ間違えてますみたいな、そうなんです、あれ数で間違えたりしてるんですけど、たまに意図的に間違えてます。本当素で間違えることはもう普通にあるんですけど、意図的にここで間違えたらコメントもらえるよなっていう時にはもう間違えます。まあそれで私はそういう風な意図的で評価されたいかなという風に思ったりとかもするんで、まあそのあたりでね、ここ違いますよ、ここ違いますよ、ここ違いますよっていうコメントが来てくれたら普通に嬉しいみたいな、そんな感じですかねいやまあね、でもね、こうやってね、ラジオとかでもね、普通に聞いてくださる人っているので、まあなんかね、変なことは喋れないですよね普通にね、なんかそこまでねやるとね、変なことを喋るのもどうかと思うんですけど、やはりね、ラジオとか YouTube をやっていくと非常にね、もう世間体からも見られますのでね、まあバカやって炎上してそうやってチャンネル登録増やせばいいのかと思いきや、やっぱりね、普通にね、私もフェアウェイで頑張っていけるような、そのような方がいいかなというふうに思っているので、まあ仕事にも支障が出てきますからね。私この YouTube だけではないんで、普通の仕事もやってるんで、なんていうのかな普通に平凡な YouTube でやっていこうかなというふうに思ってます。まあ時に旅行に出ますけどね、それでもやっぱりね、気を引き締めてね、そろそろやっていかないといけないんじゃないでしょうかというふうな、そのようなね、今日は動画になっております。はい、っていう感じでね、もうぶっ飛んでおりますけど、だからね、そういうお話も含めて、ゆるっとふわっと60分というものにね、出させていただきますので、どうぞ皆さんね、何回も言います、よかったら聞いてくださいということでね、まあFM 姫のね、ラジオのね、形にもなりますので、そちらにもね、なんか寄付をする形という
感じで、やってくれたらいいかな。FM 姫をまず知ってください。で、ラジオの、その DJ とかも募集してるみたいなんで、もしラジオとかね、志してる方がいらっしゃいましたらね、FM 姫のね、そのホームページに行っていただくといいかなというふうに思ってます。私もね、できることならやりたいよっていう話なんですけどね。いやいやいや、もう、まあ、そんなね、ことはできないかもしれないですけど、まあ、でも年末ね、なんか野球の新庄さんも来てるそうなんで、まあまあなかなかね、アットホームながらビッグなラジオ局らしいですわ。はい、なので私も非常に楽しみにしております。当日はおそらくスーツな姿で行くかなというふうには思っておりますけど、やはり、ここはね、ゲストとして、まあ司会者を傷つけない形で行きつつ、皆さんもね楽しんでいただけるようなトーク内容を、心がけようとは思っております。少しねメモっていろいろとね何を話していいか分かんないので、とりあえずね、何かどんな質問が来てもいいか、大体こういう質問が来るだろうなということは予想はまあまあできるかなというか、事前にちょっとそういう質問を振ってくれるなら振っそういう質問を教えてっていうのは言ってるので、なんかこう私からもね何かご用意できたらなというふうに思います。はい、でチャンネル登録が非常に多くなってきました。でここまでこんなチャンネルにね、ここまでチャンネルがね伸びるかと思ってびっくりします。正直いやー本当にねありがとうございますっていう形なんですけど、今さらありがとうございますかっていう風な感じなんですけど、いやもうね本当にねここまでね、来るとは思いませんでした。正直いやうちよりもねやっぱりすごい YouTuber さんとかもいらっしゃいますから、うん、いや私みたいなのがこんなチャンネル登録者ねここまで、もらっていいのかっていうと、まあまあ自信にはなるんですけど、大変その登録してみなさったくださった皆様に、ご希望に添えてるかなっていうふうにすごく気使ってしまいます。ここまで来るとでやはりねその仕事もあるし、でやっぱりそのね普段の仕事してる時にも YouTube 気になるんですよ。やっぱり増えてるんか増えてないんかって動画上げとかなあかんとか、だからねそのいつも仕事行く前に公開予約して、なるべく月火のうちに動画を作っといて、まあまあ最悪ちょっと一日飛ばしになってもいいから、まあ動画を出そうという、いやまあ低評価ついてもいいからとりあえず出そうというようには心がけています。ですのでなんかあんまりねもう1000本超えてるような動画で今チャンネル登録者数に対して動画の方が多いっていうことにはなるんですけど、やっぱりそのいろいろな動画を出させていただいてもらってるので、皆さんにもねそれぞれね昔の動画をもうちょっと過去封印でどんどん上がってきてないと思いきや、今すっごい過去の動画上がってきてくれてるので、なんか今までの最新の動画よりもね過去動画の方がランキング上がったりしてるので、すごくその辺はありがたいなというふうに思ってます。なのでもし気が向いたらまたね見ていただければと思います。はい、というわけで、ここまでね喋らせてもらっておりますけど、まあドリブでよくペラ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 喋るような人間ですよねというふうに思っておりますが、まあやはりね、皆さんネタがなくなってきたぞみたいな感じなんですけどもね、こうやってね暇な時に私のチャンネルをね聞いていただけるっていうことは非常に光栄ですので、こういう時にねネタがなくなってきたぞとかいうのもうちのチャンネルの強みなので、アドリブ活かして頑張っていきたいと思っております。もう基本ねアドリブですからね、ナレーションとかでも普通にまあちょっとこうね、ウィキペディアとかちょっとこう見て、ああこういう感じで書いてんだなと思って、ちょっとその辺を古城書きで書いて、で普通にアドリブでブワーって喋るっていうような感じで、だからちょっとうまいことねナレーションが なってなかったりとかするんですけど、ほとんど紙見てないですね。ですのでまあ一回見てからこうパーっと読んでるようなそういう感じにさせていただいてます。はい、でまあそうですね、最近ちょっとコメントをいただいたんですけど、尊敬している YouTuber さん誰ですかっつって来てるんですけど、尊敬してる YouTuber さんって誰なんでしょうね。昔はハイサイ探偵団とかね、
見てましたし、今見てるって大体ね、あのね、なんかトムとジェリーとかドリフ大爆笑とか、なんかたけしさんとか普通に見てますけど、たけしであのビートたけしさんねのこととかね、火薬だどんとかめちゃめちゃ好きなんでね、だからもうちょっとあの辺とかも見て、勉強させてもらってます。で、あとは中川家さんとかね見てますし、鉄道系で言うとほぼほぼ今見れてないんですよ。これ見てくださいっていうのがあればぜひコメントに書いていただければと。もう私ね、どの動画を見ていいか分かんなくなってきて、だいたいね、その私のチャンネルあるそのリスナーさんからなんですけど、私の動画を見るとだいたい私を 2、3本見たらスーツさんに変わってしまうらしいんで、おーや、僕行くんだなというふうに思ったりするんですけど、いや、まあすごいですよね、やっぱり。まあね、神様ですからね。ねえ、もっと強いて言えばね、シャケ食べチャンネルさんとかの方に飛んで行ってもらったらと思うんですけど、ある意味でもね、登録者数が今50人ぐらいもいるかいないかぐらいの感じで、最近始めた方で、まあうちのね、まあ知ってる方なんですけど、あの、ピアノすごい弾く方がいらっしゃるんですよ。でね、そのね、めっちゃ美人なんですけど、まあ見てもらったらわかると思うんで、概要欄の方にタグ貼っときます、タグというか URL 貼っときますので、ぜひうちの皆様見に行っていただければと思うんですが、あいみょんの曲非常にいいと思いますんで、ぜひね、ピアノの弾いてるね、姿も見ていただければと思います。ということでご紹介させていただきますけども、まあいつかですよ、万が一のことがあるかもしれません、コラボするかもしれません、しないかもしれません、いや、もしかしたらなんか何らかの表紙で曲ね、使わせてくださいって言うかもしれません。いや、本当は使いたいんですよ、使ったらあれかなと思うんですけど、いや、まあでもね、すごくピアノがいいので、普通にね、クラシック弾いてもらったらね、その曲使わせてもらおうとか思ったりね、するんですけどね。いや、まあ、これ冗談抜きでね、普通にね、弾いてくれたら、全然曲紹介としてね、うちのね、BGM とかでも使わせていただこうかなというふうに思うんですけどね。まあ、ぜひとも、私が推したいチャンネルでもありますし、まあ多分ライバルでもあるんで、ジャンルが違うんでね、ライバルっていうのもおかしいかもしれませんけど、まあやっぱりね、すごい、ピアノというか、心優しいピアノを弾いてる方がいらっしゃいますので、ぜひ概要欄でね、名前出すとね、ちょっとね、もうその方には申し訳ないかなと思うんで、まあ URL でね、そのピアノはこちらというふうに、出しておきますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、というわけでね、ご紹介させていただきましたけどもね、まあいろんな YouTuber さんっていらっしゃいますよね、ほんと。もう動画をね、投稿した瞬間で、もうね、一本出したらね、まあ、一人もね、千人もね、変わるかって言ったらね、変わんないですよ。もう一本出したらね、もう次の一本どう出そうかっていうのはね、普通にね、もう、多分自然となってくるんじゃないか。これがね、50本超えてきたら疲れてくるんですよね。仕事を両立しながらやるっていうのはね。わかると思います。編集がすごくだるくなるっていうね。なんか私編集あんましたくないんですけどね。もう撮影だけ行っても、とりあえず効率よく動画を作るっていう、もう変な字幕とかも一切出したくないっていう、それぐらいパソコンをあんまりいじりたくないっていうか、感じですね。で、編集、旅行行くじゃないですか。撮影してる時、わーすごいすごいって撮ってるんですけど、普通に、帰ってくるじゃないですか。で、携帯、iPhone からパソコンに移すときに、こう、順調順調と思って、急に、デバイスに接続できませんみたいなね、感じで、うっせやん、またやり直しやんって、しかも中途半端にね、なんか最初と最後だけね、アップデートされてるあるある、うっせやんみたいな、この間どこ行ってんの間みたいな。それが、まあ、だいたいデータは1回の旅行につきね、1時間から2時間ぐらい移植するわけですよ。
ねえ、まあ、そうやって動画を作って、今度、ムービーメーカーでね、その動画を貼り付けていく。で、ロード中が多分ね、10分、20分かかるわけですよ。ねえ。で、そこからこう、切って切ってやってって、で、テロップ出して、やっていくという感じになると、まあ、多分ね、3、4時間はもう、下手したら1日かぶりつきですよね。ねえ、まあ、で、動画が長ければ長いほど今度焼く時間も長くなっていくわけで、で、最終的に YouTube のネットに上げていくっていう形になるんですけども、多分10時間ぐらいかかる時もありますし、まあ1分2分の動画やったら1時間もかからん時もありますけど、まあそれぐらいね、なんかね、YouTube ってすごい時間がかかるもんだっていうことを、ね、知っていただけたらなと。 YouTube って仕事ちゃうやんって思うけど、思う人めっちゃ多いと思うんですけど、鉄道とか旅行の場合って編集ってすごく大変なんですよ、本当に。私よりもっと凝ってる人ってもっと時間かけてるはずやから、だからもう本当に大変、うん、まず旅行行くだけで数時間かかりますからね。だからもうその一つの動画にかけてる時間っていうのは多分軒並み高い。このラジオなんかもう本当に目じゃないぐらい、もう長いっす。本当に。ですので、旅行系の YouTube ね、ぜひね、皆さんね、知っていただいて、もう旅行系の YouTube はどんどん見ていただいたらと思います。私以外でもすごい動画たくさん上がってますからね。まあ、もう一人の方はもうメディアデビューとかもしてますし、もうこれからね、どんどんそういう方増えてくるはずなんで、私が紹介するのもあれなんですけど、私もペーペーなんでね、底辺なんでね、これからどう言っていくかわからないんですけど、もういろんな YouTuber さんがいらっしゃいますので、ぜひね、YouTube やってますっていう方はコメントにね、パーンって書いて、そこからもう動画、一押しの動画ね、パーンって貼り付けてね、逃げてじゃないですけど、なんかこう、うちの動画も来てください的なことをやったら、いいんじゃないですかっていう感じなんですけどね。そういう動画に、ラジオの回はね、しようかなというふうに思ってます。で、もしね、このコメントに書いて出たら、私も見に行って、その動画とかのコメントじゃないですけど、そういう、なんか、ね、ラジオでご紹介できたらなというふうにも思いますので、ぜひ、何かね、私にお手伝いできることがあるのであれば、お互いに、相互チャンネル登録がね、できないのでね。ですので、なんていうのかな、何かいろいろとご紹介できるような、そのような動画にね、できたらいいかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。ということでね、はい、まあ、こうやってね、ベラベラと喋っているわけですけども、まあこの番組ってね、不定期でやっておりますけど、時折ね、コメントとかで、来ることもありますし、質問とかも募集しておりますので、ぜひね、皆さんもね、なんか、こうね、まあ、番組っていうか、ラジオとかね、うちのチャンネルにね、そぐわない、質問はね、ノーで、カットします。なので、何かね、私が気になったコメントとか、引っかかったコメントがあれば、この、ね、新しくはないな、不定期のラジオの方で、ご紹介させていただきたいと思っております。ぜひ、聞いてください。ということでね。まあ、この動画ね、いろいろとね、配信してる箇所があるんで、まあ、YouTube も一つなんですけど、まあ、いろんなとこで耳する可能性があるので、ぜひね、私の声がね、聞こえたら、あ、なんだこれみたいな感じで、のほほんと聞いていただければと思います。はい。はい、皆さんどうも、こんにちは。こんにちは。びっくりした。さ、長いね、前振りが。長いって何が？あんな、ラジオしてるやん。な、私も喋らしてよ。無理。なんでよ。なんでよ。今日は、うちの、会ですから。いやいや、会じゃなくて、不定期で出させていただいてますやん。こんにちは、ロンドマです。はい、なんとも。いや、今日出る予定なかったですよね。いや、やると思ったら来ますよ。普通に。はい。そうですか。はい。まあ、特にもう話すことは終わったんですけどね。え？何時からやって？ 9 時。そう、もう自滅の刃。そのネタやりました。もう本当に。え、マジでな。もう、どうす、なんかお話ないの？なんかですかね。とんかつソース？いや、もうそれも終わった。マジか。
マジかどうするどうするっつって言われてもですね、もう結構喋ってますよ。でもね、34分喋っておりますからね。そうですね、自己紹介どうでしょう。いや、自己紹介いつもやってますからね、毎回。あとなんか出だしのなんかこんにちはっていうの、あれさ、なんかこう決め台詞みたいなの決めません？何が？決め台詞ですか？はい。いや、決め台詞、例えば？ピースの角度は30度。違う、それあかん。あかん、やめとけ。今日の元気に姫路。すいません。なんで女の人ばっかりの YouTuber の子でやるかな。はいさーい。いや、あかん。やめて。ちょっとね、やめなさい。はい。やめる？あ、はい。今日なん？全然遠くないやん。ちょっと、喉が。いや、だから無理して、寝とき。寝れない。騒がしいからな。これこそ、ざわつく夜。いや、ざわつかない。ふざけんな。私はここで一人で喋ってたわけですよね。だから、普通になんかね、出てこなくて大丈夫ですか？なんでそんな冷たいこと言うんですか？いや、冷たいことも何も言ってないじゃないですか。普通に、ラジオの番宣して、普通に今日は、こう、ぐだぐだと喋って、この60分をまったり過ごそうというような、そのような、もう、華々しいような、ラジオだったわけで。何を言ったんだ、私が来ないとな。ラジオはできへんやん。いや、声大丈夫。ちょっと喉痛い。いや、そう。ほんだら寝とこう。いや、無理。だから私の声聞いたかったやろ。前回皆さん、どうも、お騒がせしました。いや、今回もやで。マジか、どうしよう。いや、もう本当にね。ねえ。何？ここにトロピカーナ飲んでいいん？トロピカーナ。お前、トロピカーナ別に飲む。トロピカーナダブル。美味しい、これ。いや、美味しいって、お前、ちょっとまあ。まあ、いただきます。うまい。なんかすごいなこれ。何これ、マルチビタミン2種のミネラル。何、風邪ひいてんの？いや、ひいてない。あ、そう。じゃあこれ1本もらうな。ちょっと何してんすか。あ、ここにチーズタルトあるやん。ちょっとこれ 30% 引きで210円。ちょっとこれどうしたん。いや、これイオンで買った。イオンかい。イオンだよ。イオンですよ。イオン。ちょっと今日どうしたの？なんかテンションがおかしくてですね。はい。まあ、鬼滅の刃、ちょっと今やってますけど。うっせやん、ちょっと見てくるわ。お前もか。みんな鬼滅の刃見に行くな。ちょっとな。私も、浸ってくるわ。はい。現実逃避。はい、じゃあ。破滅の刃よろしく。破滅じゃないから。何を言ってるんですか。本当に。じゃあ、さよなら。バイバイ。なお菓子置いといてな。うるちゃかもしよ。うまい。はい。皆さんすいません。まあ、こういうね、茶番というものがありまして。まあまあ、普通にね、聞いていただければ誰か来たんかいみたいな感じなんですけど、まあこういうような一人二役もね、たまに入るというような感じです。やっほー。やっほーじゃないよ、もう。まあこうやってね、向こうで、鬼滅の刃を見てるような、そのような感じで、実際は見てないですけどね、一人二役でやらせていただいていただけると。ちょっと噛んでるぞ、大丈夫か。はい、というわけでね、まあ、そのような感じで、まあ、たまにね、こういう不定期なことをね、やらせていただくというようなことでございます。はい、というわけでね、もう40分喋っておりますけども、皆さん、なかなか楽しいですか？楽しくないですか？っていうような感じもありますので、まあ、こうやってね、喋らせていただくのもなかなかね、ないことなので、もっともっと喋りたいなというふうには思っております。はい。というか、もうお風呂の時間なんですよね。
お風呂入りたいですね。ということでね、給湯器がね、潰れてしまいましてですね、もう今ね、すごくね、不便です。ということでね、給湯器をね、直さないといけないんですけど、私明日、始発でね、ちょっとね、姫路に行かないといけませんので、まあ、給湯器は後回しということでね、始発で姫路で間に合うかといったら、多分間に合わないので、おそらく新幹線使って姫路で、遊びたいと思います。遊ぶわけではないんですけど、トンボ帰りで帰ってきます。アホみたいなことをするのが私の仕事ですので、実際明日晴れと聞いておりますので、朝始発でね、新大阪に向かいまして、そこから新幹線の始発に乗りまして、姫路に向かわせていただきますと言ったら、今新幹線通ってますからね。のぞみ号でしょうがね。今ちょっと家揺れましたけども、まあ家の前が新幹線ですので、ね、今度反対向きましたよっていうね、今度多分桜か水穂かどっちかだと思いますけど、そのようなね、新幹線も通っておりまして、明日はおそらく新幹線で移動することになるだろうと思います。はい。というわけでね、なんでそんな急ぐんだというふうな感じなんですけど、朝にね、そういうような列車がありまして、私もね、ちょっと乗ってみたいと思っているような列車を、ちょっとね、今回は特集しようかなというふうに思うんですよ。いつもね、全面展望でやってるんですけど、おそらく全面展望っていうことになると、全面展望もちろん出すんですけど、それ以前に全面展望も撮ってるんだったら、その全面展望カットして解説したやつも前やってたんだから、それをやってくれたらいいのにっていうような声もあるので、ぜひね、その解説版というものも今回からは、作っていこうかなというふうに思ってます。で、まあいろいろとね、ちょっと編集の時間とかもね、なるとは思いますので、おそらく、全面展望バージョンは全面に先に出るんですが、解説版はちょっと遅れると思ってください。ですので、まあいろいろ二度楽しめるような、そのような形で、構成していこうかなというふうに思っておりますので、まあちょっとね、タイムラグが出ると思いますが、解説版が出た時は、ああ、この時の全面展望のカット版が出たなというふうな、そのようなふうに思っていただければと思います。はい。というわけで、ちょっとね、そういうような全面展望とか、今後のチャンネル予定についても、ご紹介させていただきました。で、他にもね、12月に計画していることもありますし、青春18切符出ましたら、もう、青春18切符ね、冬は移動します。はい。ですので、今回ね、いろいろとコロナとかね、騒動があると思いますが、ちょっとね、夏とか秋とかね、GoTo も出てきましたし、やはり移動してる方非常に多いので、もうカッターさんなんかすごいですよね。もう、ブワーってもう多分30万ぐらい使ってるような移動してますので、ですので、私もね、ちょっとそこまではいかないんですけど、日本全国、私のチャンネルもともとね、この関西と瀬戸内あたりを盛り上げるようなチャンネルで始めていっておりますので、また再びね、このね、瀬戸内とかにもね、お邪魔させていただこうかなというふうに思っておりますし、まあ、青春18切符でね、いつものように東京への、旅路とかも、ちょっとね、久しぶりにやってみたいなというふうに思いますので、東京、千葉、あちらの方にも行く可能性があります。もしかしたら、東京方面はね、春先になるかもしれませんが、そんな、格安とかでね、いろいろとね、こういう切符を使って、こういう切符ね、どんどん、皆さんがね、おそらくね、鉄道の方は知ってると思うんですが、一般の方もね、うちのチャンネル見てるし、おそらくお仕事なんかも見てくださってるので、こういう切符はこういう風にして買うで、こういう切符はこういう制度があって、こういうとこがお得だとか、そういうようなね、切符とかのご紹介もね、させていただきたいなという風に思っておりますので、ぜひね、そういうね、切符のね、こととかもね、知りたいっていうような声も出ているので、鉄道の方にはもう、鉄道オタクさんじゃなくて、鉄道好きさんでも知ってる方はほとんどいらっしゃると思うんですが、非常に、うちのチャンネル、ビギナーというか、旅行初心者の方とか、これから旅行計画されている方とか、非常に多いので、また、一から、そのあたりもね、ご紹介させていただけたらなというふうに思っております。なかなか噛み砕くというか、難しいこともありますので、私が、こうやってね、今めっちゃ噛みましたけど、こう、説明できるかって言ったら、もうほんと自信ないですけど、できる範囲、こうね、柔らかく、わかりやすく、
言えるように、こう噛み砕いて頑張ろうとは思いますので、準備ができ次第、またそちらの動画とかもね、作っていきたいと思います。旅行とかね、そのような足しになるような動画とか、あと街歩きね、視聴回数が少ないんですけど、続けていこうかなというふうに思っております。日本のね、良さとかね、やっぱり鉄道旅の良さとかね、まあ、ね、今ね、やっとウエストエクスプレス銀河もある反面、ムーンライトながらがね、ちょっと冬も休止だというふうに聞いております。鉄道旅がどんどんね、コロナで営業利益が下がっていく中で、やはりね、どんどん縮小傾向にありますので、やはり皆さんには鉄道を利用していただきたいかなというふうに思っておりますので、まあもちろん飛行機とかバスもそうなんですが、やはり私は鉄道が大好きですので、鉄道は利用してもらって、いろんなね旅に出かけてほしいなというふうに思います。はい、というわけで、今回はね、まあちょっとね50分ぐらいの動画になっておりますけど、このような動画でよろしいでしょうかということでね、60分はね喋ることはねなかなかないんですが、まあ今回はねこのような範囲で喋れたっていうことはね嬉しいかなというふうに思いますので、ぜひね皆さんもねラジオとかね、いろいろなことに挑戦してみるのもありかと思いますので、私はね、ちょっと喉が渇いてきて、今鼻水ね、喋るとね、ドゥワーって出るのでね、やばいですよね、普通にね。もう喋れば喋るほどね、鼻水ドゥワーって出る時ありません。ラーメンとかすすったりとかしてね。これね、なんででしょうね。喋れば喋るほどドゥワーって出る時ってね、ほんと勘弁してほしいなって思うんですけどね。でもやっぱり喋ることとか笑うことっていうのはやっぱ健康上必要なことなので、やっぱりねこういうコミュニケーションじゃないですけど、自分を前面にこういうトークとかでね、何かこうね発散できていったらいいかなというふうに思うし、やはりこうね私もね喋ること大好きですので、いろいろなことをお話しさせていただこうと思ったわけで、今回はラジオをさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。長いなっていうイメージだと思う反面、あっという間だなというイメージも反面、でもなんか話のスピード早いぞっていうふうに思うかもしれません。でもね、私がねこんにちはすみチャンネルですみたいな感じでね遅く喋られると、それもまた私のね個性ではありませんので、やっぱりこうやってね普通にね早いけどね聞き取りやすいとかね、そういうふうに思ってくれたらいいかな。いや聞き取りにくいぞって思うなら、まあそれはそれで申し訳ないっていうふうに思うんですけどね。はい、というわけで今回はね、自宅のスタジオよりお送りさせていただきました。このラジオいかが でしたでしょうか。次回はねおそらく、27日、それまでにラジオをもう一回するかもしれませんが、27日の火曜日、午後8時からというわけで、まあ、ゆるっとふわっと60分 FM 姫で、お会いすることになると思います。むしろなんていうのかな、YouTube さんでも、放送させてもらうみたいなので、かなり緊張しておりますが、ちょっと楽しんで私もね、その動画を、動画じゃないラジオ、こうね一つの、回を、そのね、DJ さんのもと、一緒に、作っていけるような、そのような楽しんでもらえるようなね、動画をね、提供したいなというふうに思っておりますので、ぜひ、皆さんもね、なんていうのかな、聞いて、何度も言います、聞きに来ていただければと思います。はい。鼻水がやばい。はい。というわけで、もう何回もね、私、ご紹介させていただいておりますが、ね、そのようなラジオの番宣も兼ねてということで、今回ね、このネットラジオの方ね、スミラジというのをやらせていただきました。いやー、あっという間だった。私も満足っていう感じなんですけど、まだまだ喋り足りないということも、たくさんあるので、このようにね、日常系とかね、そのようなふわっとしたような、ゆるい、ラジオも、放送していきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ皆さん気が向いた時はまた聞きに来てください。今回はって3回言ってますね。ごめんなさい。大事なことなんで3回言いました。今回はこの辺りで終わっていきたいと思います。よくよく考えれば4回目でしたね。はい。というわけで、ありがとうございました。ということで、終わりましょうか。はい。皆さん、あ
暖かい格好してお休みくださいませ。またね、今ね、ちょっとね、介護福祉の皆さん、そして医療関係者の皆さん、大変な思いしてると思います。本当に何かストレス発散できるようなこと、あとはね、何か楽しめるようなことをね、一つだけ持ちながら、日々、頑張っていただけたらと思います。本当に皆さん、大変な中、ご苦労様で、あとありがとうございます。本当にね、皆さんのね、社会が、働きとかね、いろいろなものが、社会を動かしているということになりますので、本当にね、お金を動かしている方にはもう全員ですよ、本当にありがとうございますというふうに私も、一言添えさせていただこうかなと思います。そして、そのお仕事に携わっている皆さんは本当にお疲れ様です。これからもね、今年もうあと2ヶ月になりましたけど、来年も兼ねまして、もう本当にお体に気をつけて、これからインフルエンザとかね、風邪とか、いろいろ流行ってきますので、皆さんもね、万全の対策で、年末とかね、迎えれるように、このあと2ヶ月、そして来年元気でお過ごしください。というわけで、今回は、この辺りで終わっていただきましょう。ということで、ね、終わっていただきましょうっておかしいな、今回はこちらで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。バイ。